皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、シーズン8の島、多くの方に使っていただけてとても嬉しいです。ですが、シーズン9になってかなり多くの変更が、アサルトやショットガンの変更が入りましたよね。その変更に合わせてアイテムやフィールドを変えたり、ギミックを調節したり、湧いた瞬間にストームに当たってしまうといったバグを修正してきましたので、その島のコードやルール、ギミック説明をお伝えします。もしこの島を使っていいマップだなと思ってくださった方はクリエイターサポートよろしくお願いします。やり方はとても簡単で、何らかの私の島に入ってクリエイターサポートのボタンを押していただけたら文字を打ち込む面倒もなくできますのでよろしくお願いします。それでは本題に行ってみましょう。 Let's go!ではまず島のコードから。コードは 8201-5881-7567 です。これを打っていただけると出てきますので、中に入ってゲームを開始します。ゲームを開始した後、控室で好きなアイテムを拾っていただいて、開始の合図、最後の高音が鳴ったら出てください。アイテムの構成や出方はかなり変わっていますので、順次説明していきます。まずはラマから。ラマはクリエイティブのみ編集ボタン一発で開けます。中身は回復、投げ物、武器など様々です。これは誰もが必ず手に入れることができます。ただし強めの投げ物や白以外のタクティカルショットガン、ドラムガン、金武器などは入っていません。これらは3つのランダムスポナーからランダムにそれぞれ1つずつもらえるようになっています。ではランダムスポナーの説明に行きます。3つあるランダムスポナーはそれぞれ性質が違っていて、まずは金武器コーナー。このスポナーは計7種類の金武器が入っています。さらに今の7種類のみが4階と3階、2階と1階にはそこに紫色のロケットガンとグレネードランチャーが追加してあります。次のスポナーはこれ。これの中身はこのようになっています。最後は投げ物。中身はこのようになっています。これはラマだと個数5個固定なので、スティンクボムやシャドウボムが多すぎるかなと考えたので、スティンク、シャドウボム、ダイナマイトを各3個ずつ、裂け目1つ、ブッシュ1つの合計5種類の中からランダムに1つ出てくるようにしました。かなり手が込んでいると思います。これはアイテムのランダム性をより高く、出現率までをも再現したかったので、このようになりました。例えば、この回はこんな感じのアイテムになりました。新武器になれるもよし、使う構成を固定にするのもよし、好きなアイテムや武器構成で戦ってみてください。そして最後の高音が鳴ったら出ていただくのですが、この拠点作りにもいろいろ形があります。まず拠点の壁と床、フィールドの床は壊れないものに変えることができました。そして出方は5種類あります。4階と3階はジャンプパッド、そして2階もジャンパなのですが、強制的に低空飛行をさせます。1階は徒歩スタート、もしくはボーラースタートになります。あと裂け目が出た場合、スタートで使う方がいますが、これは最後の高音が鳴ってからフィールドに出るということを守っていただければ大丈夫です。分けポイントは計24箇所からランダムに選ばれます。このスタート位置も場所によって様々な状況になるのが面白いかなと思います。そして最初のフィールドはネオタワーの建物を使っています。前回のマップよりもさらに室内戦を楽しむことができると思います。次はフィールドの微調整や新しい環境の設定、ルール違反となるプレイがありますので、そちらを説明していこうと思います。
まずフィールドの横幅はシーズン8のスクリームサーバーよりも幅を小さくしました。次にシーズン8ではできなかったのですが、シーズン9でクリエイティブの資材上限を変更できるようになったので、よりアリーナに似せた上限500、倒したら50回復と50の各資材がもらえるように設定してあります。さらにストームなんですが、2点ほど変更しています。まず青いストームがあるということ。この青いストームはダメージはありません。次ダメージが来るという一種の警告の役割をしているだけです。ダメージ自体は前が即死、後ろは50ダメージ、50ダメージ、その後即死と変更はしていません。もう一つ、前のストームよりも後ろのストームの方がほんの少しだけ早く動くように変えました。これは序盤よりも終盤の方がストームが狭いというものを再現可能にしました。機能の調節によって全体的な難易度は少し上がったんじゃないかなと思います。次にグリッチ、ルール違反行為の説明ですが、ウォーラーやシャドウボムを使って横の壁にずっと張り付いたり、壁ジャンプをしたりして戦闘を回避することはなしでお願いします。それとシャドウボムなんですが、終盤体力が1秒につき1ずつ減っていく、2ずつ減っていくエリアがあります。そこではエフェクトがこのように赤くつくのですが、シャドウボムを使った状態でもこのように赤くついてしまうのでお気をつけください。最後にバグの対策として、一つはサイドの壁が白から黒、そしてグロスブラックになるときにそれぞれ幅を狭くしているのですが、たまにこの壁が透明になってしまいます。なので中にタペストリーのようなものを置いておいたので、透明になったらそれを指標に横へずれてください。もう一つ、ゲームが終わった後すぐに次のゲームに行くとリスポーンしてすぐにストームが動いていて当たってしまうということがあったと思います。この現象をなくすことができたので不便なくリスタートできると思います。ただこの他にもストームが透明だったり、エイムができなかったりなど多くのバグやラグがあるので、そこはご理解していただきたいです。それを踏まえてもとても練習になるマップだと思います。ぜひ皆さんで、友達でもクランさんでも配信でも使っていただけたらなと思います。またこのように参加型配信でスクリームエンドゾーンをよくしていますので、興味のある方、ルールさえ守っていただけたら、機種、年齢、実力問わず誰でも大歓迎ですので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。この動画や島がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、クリエイターサポートよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。やばい、なんで食らわないのこれ。いや死んだわ、なんだ今のもうねそれでもあれ一本うまい、やうまい、今のヘッドだったらクリップ、ナイス。いい、やられたね。オッケー。オッケー。やばい、シャドウホームの音が聞こえる、めっちゃ怖い。やった、サキル痛い。さあ残りの資材がかなり少ない、お互いにまあ少ないと思いますけど、うまい、ジジイ、いやーうめえ。頑張れ頑張れ、ヘビショ復活いいと思いますよ僕は。まあうまっ、当てるんすか当てるんすか
オーケー、ジジイ、よっしゃー